はい、どうも、納豆マニアの、俺の、ネチャネチャ動画。今回は検証編です。はい。検証しました。検証したのはこちら。オカメ納豆の極小粒。ミニ3です。こちらがですね、賞味期限が4月の24日なので大丈夫なんですが、冷蔵庫に入れとかないと、まあ、ダメということで、それをあえて、常温で放置しました。24時間放置した結果がこれなんです。ね。さて、どうなっているのか。だいたい気温がね、今27度とかですからね。さあ、どうなったか。あ。まあ、ちょっと黒くなってる。黒くはなってますね。うん。で、香りが、ちょっとなんかやっぱ納豆臭さが増したような感じはします。うん。さあ、実際にどうなっているのか。食べてみましょう。まあ、当然のごとく、多分納豆菌が増えてると思うんです。あ、なんかねちゃーっとしてるな。すぐホロホロっとしてるわ。なんか粘着力が減ってる。納豆菌が、まあ、多分大量に繁殖してるとは思うんですが、こんな感じ。結構ね、ねちょっとしてます。なんか、粘り気が、固めがなくなってますね。柔らかくなった。水分が、なんか含まれてるような感じで。あー、粘りも全然ないですね。あ、混ぜても、あのね、普通のやつに比べると、はるかに、粘りがないです。なんか、ちょっと見た目ではわかんないかな。うん。納豆はかなり俺食べてますから。毎日のように食べてるんで、わかるんですけど、粘りが圧倒的に減っている。うん。よし。醤油をかけて。このね、極小粒のね、凄さはね、このね、タレなんですよ。このね、オカメ納豆のね、この極小粒にしか使われていない特製タレがね、とんでもなく美味しいんですよ。とんでもなく。いただきます。いただきます。やっぱドロッとしてんな、なんかな。粘りがまるでない。ドロッとしてる。柔らかくなってる。うん。普通のやつよりも柔らかくなってます。で、味は、わりかし普通なんですよ。若干、柔らかくはなってます。
で、あと常温で放置したんで当たり前ですけど、常温になってます。普通冷蔵庫10度以下です。うん。常温なんで、まあ、ほとんど食ったことないですね。こんな常温の。常温の納豆はちょっと食ったことない。いつも冷蔵庫出したらすぐ食べるからさ。味は特に何も変わんないですね。うん。うん。普通に美味しい。うん。ただし、これからですよ。これを食べたことによって、下痢とか、吐き気だったりとかしたら、まあ、その結果ですよね。結果ですよ。うん。でも、少なくとも、味自体全く問題ない。うまいですね。普通に。うん。うん。ただの常温の納豆。若干柔らかくなってる。けど、そこまで変わんない。味も特に変わんない。うん。美味しかったです。うん。美味しい。結論。若干柔らかくなった。うん。あと常温になった。ぐらいですね。うん。あと味は問題なし、超うまい。さすがオカメ納豆の一番ベストセラー、この極小粒。うまい。うまいな、やっぱな、これ。うまい!で、検証結果としては、まあ、うまかったんで、全然美味しいです。なんで、5つ星。で、この後に、俺の24時間以内になんか、病状が悪化したとか、吐き気が出たとかだったら、またちょっと、変えていきますけど。はい。問題なく美味しい5つ星。ご視聴ありがとうございました。